上杉との一戦を経て自らの正しきを見定めた光秀はこれを全うすべく一層力磨きに専念する。その頃越前には次期将軍候補の足利義昭も滞在しており、光秀の名は義昭にも知られるようになっていた。光秀が朝倉の客商となって数年が経ったある日、とある勢力が近江に侵入したとの報が入る。長政からの援軍要請を受けた義景は直ちに出陣。光秀らも浅井朝倉軍に加勢すべく越前を立った。光秀編第三章、明星北近江の戦い。長政殿、北近江が織田の侵攻を受けたというのは誠か？来たな光秀。ああその通りだ。奴らの侵攻、想像より迅速だったようだな。申し訳ありません長政殿、私が上洛への協力を渋ったばかりに。いいんです義景様、織田の強引な要求なんて飲む道理はないですから。近江を好きに荒らされちゃ俺だって黙っていられねえ。朝倉と浅井で奴らを迎え撃ってやりましょう。ええ、我らの安寧共に守り抜きましょう。はい、俺の刃も存分に振るってみせます。ついに再び織田と向き合う時が来た。信長殿、そこにあなたもいるのだろうか？使命を果たす。織田の侵攻を食い止めねば。しかし信長殿がいないのが気がかりだ。織田信長は本陣に控えてるんだ。ならそこを目指して突き進むだけだ。とその前にまずはあそこの味方を救わねえと。でもかかってこい。槍のまたたが相手になるぜ。長政殿、義景様、両家の総大将と共に戦い抜かねばな。そういや半兵衛から指示受けてたな。よし撤退だ。
兵庫丸で敵を食い止めれば吉影様も安心のはず。よしやるぞ。敵の先鋒は倒せた。お前たちもう大丈夫だからな。救援感謝いたします。浅井にいるのはもしかして光秀さんだ。来そうでよかった。光秀さんがいるとなると敵の兵力と動向を見積もり直したいな。みんな頼んだよ。なんだお前は。さては織田の手下だな。覚悟しろ。残念、潜伏を察知されたか。鹿之助のおかげで残りの伏兵も特定できた。直ちに残らず切り伏せよ。さてと、俺たちはここから攻め上がろうかね。お前ら支度を急げよ。そろそろ次の策に取り掛かろうかな。信長様の準備も整うといいけれど。頼んだぞ半兵衛。おいらは浅井の大将をやりに行く。開門。これで脅威の目は残らず冷めたか。敵の攻撃緩む気配がありませんね。こちらも一層警戒を強めましょう。あっちゅう蹴取られたか。仕方ねえ、あんたはここで撃たれた。兵庫丸を落とす。者ども続け。敵が進軍してくるみたいだ。何人来ようが全員倒してやる。やったな。この調子で突き進むぞ。だな、オイラが相手だ。俺たちの邪魔はさせねえ。こいつを倒して本陣への道を開くぞ。まあ足止めくらいにはなったら一旦下がるとするか。開門。覚悟しろ織田信長。信長がいない。奴は一体どこへ。兄様はここにはいないよ。あなたの相手はこの私。覚悟して。やりづらそうな相手だ。あいつを倒して本陣を制圧するぞ。負けたまんまじゃ終わらないから。そろそろ値を上げても良いのだぞ。一人で守るのは辛かろう。諦めるもんか。俺が兵庫丸を守るんだ。鹿之助が窮地に。急ぎ助太刀に向かわねば。本隊のみんなも精一杯戦ってるみたいだ。俺も頑張らないとな。本陣が落とされただと。この砦も危ないぞ。逃げろ逃げろ。開門。信長殿の所在も気がかりだが、今は北方で戦う鹿之助の助太刀が先決か。開門。想定以上に敵の兵数が多い。減らしておかねば
後々苦しめられそうだ。来たね。いいよみんな、姿を現して。伏兵か。敵将ともども倒して進め。織田勢がここまで迫ってきましたか。ささか苦しいですね。先へ進め。待っていろ鹿之助。味方があんなに振るってんだ、絶対に負けられねえな。手間取って鹿之助の助太刀に遅れるのはもってのほか。敵の討滅を急ぐ。しいわね、トシノツ。まさか私に刃を向けるつもり。敵として万年史以上うがち抜くほかありませぬ。ごめん。おいっちゃやるか。俺が敵を止めたら。さっきは子孫じたが、次はやったるぞ。開門。次から次へと。邪魔するならば切り捨てねば。これで憂いなく戦いに臨めそうだ。皆振るっているようですね。私も今できることをなさねば。邪魔をしないで。天下もそう、それほどの力が俺に。共にうがち抜けたか。助太刀の御恩、武働きにてお返しいたす。それがしは長政様の護衛に回らん。まだ強くなれる。敵将、切り伏せた。かなう相手ではなかったか。光秀の手並み、俺も見習わねえとな。さあかかってこい。悔しい、ここまでか。浅井も朝倉も止めてひねってやるぜ。狙うは浅井が大将、長政だ。ものども進め。長政殿への脅威は打ち払えたか。災いは残らず、うがつが我が務めゆえ、より一層奮起せねば。私ここまでなので。らしいな、息災だ。人の言葉を皆まで聞かず、未だうつけか。そういうお前こそ
相変わらずの石頭だな。お前はよ、俺がやる。信長殿の戦ぶり、初めてまみえたあの時を思い起こさせるような。久々の対決だ。これを楽しませろ光秀。望むところ必ずや勝利を収めてみせる。おお、助かりましたぞ。敵将切り伏せた。聞かせていただこう。俺はまだ強くなれる。かかれ。存外やるわ。だがそれ式で俺を倒せると思うな。ああ、ならばこちらも編纂の成果今こそ見せん。強くなったな、光秀。俺の全てで楽しめたぞ。信長殿、あなたこそ一回り大きくなったようだ。吉影様、やつら天下一新ってのを目指してるそうで、そのために俺らの力が必要らしいです。天下一新、ひとまず俺は織田に協力しようと思います。もちろん朝倉には手出しはさせない約定は結びました。わかりました。気を使わせて申し訳ありません。どうしました光秀。俺も信長殿と共に行かせてはいただけませんか。これまでの恩を仇で返す不義は承知の上ですが、俺は光秀、元よりあなたは客商、縛られることはない。新たな道を見出したならば己を信じ進みなさい。鹿之助、あなたもです。雨子の再興をなすならば織田と共に動いた方が都合が良いはずです。へへ、吉影様は何でもお見通しなんですね。越前でたくさんのことを学ばせていただきました。このご恩は決して忘れません。こちらこそ、皆の前途に幸多からんこと。Thank you.
いやー、信長様、すっごい威厳だったな。光秀、昔は仲良くやってたんだろ。それもすごいな。仲良くなど、あの自分は俺もまだ青くてだな。冗談だって。とにもかくにも光秀も俺もこれで一歩前進だな。あの日月に誓った通り、俺は強くなって毛利を倒して雨子を再興する。なあ、俺もこの力を信長殿のため惜しみなく振る。それこそがかつて見出した俺の正しきことだ。心よく送り出してくださった吉影様のためにも、この歩みを止めはしないだな。よし、俺たちはここからだ。お互い頑張ろうな、相棒。一戦を経て信長が抱く天下一心の志に共感した長政は、朝倉との不戦を条件に上洛協力を約した。長政同様、信長の志に心打たれた光秀は朝倉の元を離れ織田に仕官することを決める。浅井を味方につけ一層力を増した信長は、上洛戦を実行に移す機会を伺っていた。そんな折、義明の側近かつ光秀と窮地の中である三淵藤秀がある目的のため美濃へと来訪する。観音寺城の戦い。久しいな、光秀殿。朝倉を離れ織田に仕えているというのは誠であったか。あなたは三淵殿。越前での恩義忘れてはいない。しかし将軍家奉公衆のあなたが何故美濃へ。義明様を将軍の座につけるため、我らは京へ戻りたい。信長殿にその力添えを得られぬかと思うてな。織田にとっても悪い話ではないことは光秀殿も分かりのはず。いかがかな。なるほど、要件は理解した。では俺から信長殿へ取り次ごう。おお、感謝いたしますぞ、光秀殿。で、義明殿が次の将軍になるためにこの俺に手を貸せと。義明様が共にあれば上洛の大義も立ち、京にいる三好勢を逆賊として討てる。さらには信長殿の上洛戦に将軍家を助けんとする大名の助力も期待できよう。なるほどな。拒む理由もあるまい。この信長が義明殿を京へとお連れしよう。使命を果たす。この乱世、私に何ができるのか。あれは長政殿。
美濃に滞在されていたのか。光秀か、久方ぶりだな。元気にやってるか。何か思い悩むことでも。わかるか光秀。ああそうだよ、俺は深刻に悩んでる。織田との縁談でな。ああ、名役に刺した縁組か。お市殿はしとやかで聡明なお方、思い悩む必要はない。はあ、しとやか、あれがか。いや、俺にはとてもそうは見えねえが。それにこれは俺の試験だが、長政殿とお市殿はとても息が合うように思う。はあ、どうなんだか。ま、光秀がそう言うならきっと俺に見えてねえ良さもあの姫様にはあるのかもな。次の上洛戦には浅井も協力する予定だ。馬が合うかどうかはそこで見極めるしかねえな。今日は目前、六角と三好を破り上洛を果たす。まずは観音寺城周辺の市場を落とせ。貴様、切り伏せた。悔しいが、ここまでか。私の帰郷を阻む者どもがまだこんなにも。大義は俺たちにある。邪魔する者は堂々打ち払って進むのみだ。吉影様の下で磨いたこの腕、今こそ発揮せねば。地鳴らしはこの程度でよかろう。全軍観音寺城へ向けて進め。足利義昭様ご帰郷を助けんがため、上杉謙信推参。おお、越後の竜が加勢してくれるとは。和田山城の守りは固いようだ。先に三つくり城を落として南より揺さぶるか。小次郎を落とすなんざ伊賀の忍びにとっちゃ造作もねえ。ようやっとオイラたちの出番だな。一気に三つくり城を落とすぞ。光秀、別動隊を率いて三つくり城を落とせ。分かった、任せてくれ。敵は義昭殿に戦力を集中させるつもりか。何としても守り抜かねばな。俺たちの術にかかりゃ城門なんざあってねえようなもんだ。開門。何、誰が城の門を開けたのだ。気は満ちたようだ。今こそ三つくり城を落とす。敵衆か、この城は渡さんぞ。どうやら織田勢も忍びを飼っているようだな。忍びには忍びを。大賀者を出せ。
合図だ。準備しろ。ようやくか。待ちくたびれたぜ。ヒーフーミー、ヒーフーミー、よっ。シャー、行くか。うるせえ。気の仕掛けた術か。この辺りにいる一番偉そうなやつを撃てばいいんだよな。行くぜ。甲賀者の仕業だった。俺に任せろ。急ぎ義明殿を救わねばなれぬ。承知した。はい。まやかしとは誤釈な。義明様をお守りせねば。これで和田山城を攻めやすくなったな。まずは味方の援軍を呼ぼう。滝川一正、ただいま着陣。これより信長様の城攻めに加わりますぞ。俺に任せろ。敵だ。よし、ぶっ飛ばす。俺は誰と戦っていたのだろう。六角、いや、敵は織田だったか。甲賀者の術が兵を惑わせているようだ。一刻も早く手を打たねばならんな。やっぱ強えな。降参だ、降参。織田に下るからよろしくな。あっさり負けを認めたか。何者か知らんが、捕らえておけ。月のバカ、何を考えてやがる。仕方ねえ、今は俺が片付けるか。開門。味方の混乱はあの忍びの仕業か。奴を撃ち、術を止めるのだ。撃つべき仇は信長。急がせ、着実に。織田は敵だ。倒せ。敵は観音城に迫る勢いだ。三好と蒲生に進軍の合図を出せ。開門。敵は連携して迎え撃つ構えらしい。ならばこちらは二手に分かれて当たるか。何が起きていたんだ。一党こそが乱世の覇者よ。織田も浅井も敵ではないわ。敵将討ち取ったり。引かせていただこう。よし、この辺りの敵は倒したぜ。連中の結束も大したことねえな。敵の戦意をくじくなら今が好機だ。三つくり城に織田の旗印を掲げ見せつけよう。
造り城に織田の旗印が立っただと。じゃあ北から来るのではなかったのか。六角をしのぐと言われた蒲生もこの通り。ならば義方も恐れるに足らんな。三つ栗城を奪還しろ。南に戦力を投入するのだ。開門。光秀の企てに釣られて敵が出てきたな。この機を逃すな。和田山城を落とせ。そこまでだ。和田山城は誰にも渡さん。成り上がりが調子に乗りおって、今日を滑る三好の力思い知らせてくれる。この天下を支えてきたのは三好と六角。さまら下船の輩の出る幕ではないわ。よく吠える犬は叩き伏せて黙らせるほかあるまい。奴らこの城を取り返したいんだろうが、そうはいかねえってな。卑怯者の三好や六角に都を任せられるかよ。俺に任せろ。これからは信長様の時代だ。あの人すごく張り切ってるみたいだけど大丈夫かな。へへ、どんなもんじゃ。見上げたものだな。おっと、織田勢が攻勢に出たか。よし、俺たちも続くぞ。遅れるなよ。あんなにはつらつとした顔をして、多分まっすぐな人なんだろうな。つくり城はおとりであったか。だいぶ出遅れたが、この和田山城より敵を打ち払うぞ。長政のやつ生意気な。門を開けよ。俺が返り討ちにしてやる。開門。ただ六角、みんなこの機を逃すな。和田山城は俺たちの手に落ちた。織田の旗印を掲げろ。六角は何をしている。小が忍びでも何でも使って敵を追い払わぬか。カズー、もう一度機会をやる。うまくやればお前の相棒の失態は目をつぶってやる。承知。よし、この勢いのまま観音寺城までかけるぞ。ここは私が。我に組みする者は皆信長に向けて進軍せよ。敵将撃ち取ったり。親父の戦ぶりはやっぱすげえな。俺もこうしちゃいられねえぜ。いや、敵将撃ち取ったり。叶う相手ではなかったか。もうどうにもならねえな。どいつもこいつも織田ごときに。えい、私が撃って出る。門を開けよ。開門。俺に任せろ。噂通りの強さだな。それでこそ俺の親父だぜ。お前何か勘違いをしているらしいが、俺の力の礎となれ。耐えきれ、引かせてもらう。力及ばずか。
張れ。我らも続き。ここは私が。急がせ、着実に。敵将、撃ち取ったり。俺に任せろ。かなう相手ではなかったか。おお、やるではないか。観音寺城は我らが制した。もはや今日に達したも同然。時をあげよう。天下聖筆とはいかないだろうが。ああ、是非に及ばずだ。というわけで、お前の身は俺が預かることとなった。俺は明智十兵衛光秀、以後不明があれば全て俺に。親父は？なあ、親父はどこ行ったんだ？信長殿ならば用向きがあり屋敷を離れているが。なら俺も親父と一緒に行くよ。な、いいだろう。俺は親父のそばにいたいんだ。おい光秀、わがまま言うんじゃねえ。知った光秀の言うことを聞けよな。光秀ももう少しガツンと言ったらどうだ。跳ね返りにはそんくらいしねえと。まあまあ年家殿、光希も年頃の娘、勝手を言うのも寂しさゆえだろう。だが光希、勝手を許してお前の身に何かあれば信長殿も案じられよう。今は俺に従ってくれ。はいはい、分かったよ。はあ、つまんね。おいおい、口の聞き方がなってねえな。こりゃ俺が一から礼儀を叩き込んでやらねえとな。やれやれ、先が思いやられるな。
それじゃあな、ことあらばいつでも呼んでくれって信長様に伝えてくれよ。無論だ。長舛殿こそおい人のと末永く睦まじくそんなこと言われなくとも絶対だっての。お前には本当に感謝してる。また戦場で共に戦えること楽しみにしてるぜ。ああ、また戦場で会おう。戦後、光秀と共に織田に仕官した鹿之助は天子家を再興するため日々精力的に動いていた。京に身を潜めていた天子勝久を擁立した鹿之助は各地に散らばっていた天子家の旧臣を集わせる。戦力を整え主家再興の機が熟したと考えた鹿之助は光秀に協力を仰ぎ、信長に出雲への侵攻を嘆願した。天子再興運動。毛利への牽制は天下一心にとって有益ならば行くがよい。光秀、鹿之助の援護はお前に任せる。うわ、本当ですか。ありがとうございます。必ず出雲を毛利から取り返して。待て待て待て、話は聞かせてもらったぜ。その戦俺も出る。いいだろ親父。ならん。お前が前線に出たとて枷となるだけだ。なんでだよ、必ず役に立ってみせるって。どうして親父は俺を。なら美月は勝久様の守りに加わってくれ。それなら最前線へ出ることはないはずだ。信長殿、責任は全て俺が取る。美月の意思を尊重してやれないだろうか。好きにせよ。ごめんな、二人とも。説得してもらった分、必ず役に立つからさ。気にするな。大切な人の役に立ちたいって気持ち、俺にもすっごくわかるから。一緒に頑張ろう、美月。なるほどな。じゃあ俺も動くとするか。出番だな。鹿之助の力当てにいたそう。取り返す。この奇襲作戦必ず成功させるぞ。まずはあの花の段を制圧しよう。よし、行くぞ。鹿之助の大願を叶えるためにも俺の力余さず振るわねばな。総大将の勝久様をお守りしながら俺と光秀を要に毛利を突き崩すぞ。任せろ。
本丸に続く裏道が毛利を塞がれてるな。それなら壊して突き進むだけだ。頼む、この門を開けてくれぬか。もう毛利は見限った。雨子にくだらせてくれ。開門。誰ぞ降伏して参った。任され、門を開けてやる。開門。おら、この地はアマゴが制圧したぞ。よし出てこい。お前たち裏道の開通頼んだからな。あいつらを倒されちゃ裏道は使えない。何としても守り抜かなきゃな。かかったな。お命頂戴いたす。貴様、かかったな。くそ、森め、卑怯な手を。敵陣への侵入がどうもたやすいとは。進め、狙うは勝久の首ただ一つぞ。まずいな、奴らの進軍、急ぎ阻止せねば。なんと目覚ましきご活躍。この程度戦火とは呼べぬゆえ。肩慣らしにもならぬ。聞かせていただこう。なんと見事な。これで裏道を使えるようになるぞ。道は開けた。全軍進め。首洗って待ってろよ、ジェイさん。急げ。毛利の騎手ならずだ。暴進とやらも爪が甘いと見る。なんとか助かったようだ。この程度ほんの戯れに過ぎ。二の手を用意せよ。にもならぬ。ここは引くほかあるまい。相変わらず利光は頼りになるな。この程度戦火とは呼べぬゆえ。より本丸へ侵入した模様。そうですか。
雨子の皆さん、想像以上に震われますね。待ちくたびれたぞ、雨子の鹿よ。これより雨子狩りを行う。皆一様に震え。この奇襲も読まれてたってのか。勝利のため釣ってください。来いよ、打ちのめしてやる。敵将、やってやったぞ。皆様申し訳ありません。なんと見事な。本丸の敵を打ち果たす。我ら突き進むのみぞ。あいつら、鹿之助が危ない。さっさと倒すぞ。かの砦、何やら怪しげな。警戒を強めるべきであろうか。読み通り本丸に気を取られておるな。行け、総大将の主君を挙げよ。くそ、後ろを突かれたか。勝久様を守らねえと。俺から逃げられると思ったか。意地は見せた。もうよかろう。鹿之助がいれば百人力だ。よし、なんとか福平は倒せたな。みんな、まだまだ踏ん張ってくぞ。鹿之助があんなに頑張ってるんだ。俺も自分の役目を果たさないと。しかり戦場の獣はお主だけだと思うたか。あまりな。毛利の夫人に隙はない。もはや雨子に合算戸田城は奪えまい。わしらの大手と相なるか。やっぱりこれじゃ毛利には。せめて勝久様を連れて逃げてくれ。俺は残って毛利を食い止める。心配すんな、必ず戻るよ。約束だ。みんな撤退を始めよう。鹿之助の息を無駄にしてはならぬ。勝利条件変更。敵がいては対局もままならぬ。雨子の殿様に帰ってきてもらいたかったが、オラたちじゃどうにもなんねえか。鹿之助、一人戦場に残るのか。俺たちもお前の覚悟に応えよう。何をする？離せ！おら！敵将、始末いたした。相手ではなかったか。なんと見事な。おお、ありがたい。これで退却できよう。勝久様、この基地を共に脱しましょうぞ。任されよ。分かった。
たね。よし、策を実行に移す。晴れ橋を上げろ。奴らを決して通すなよ。父上曰く、私の策がこたびの戦の要だとか。その期待しっかり応えてみせますよ。奴ら退路を封じているのか。急げ。承知した。見切り伏せねば。そう簡単に通してやるものか。弓兵よ、放て。これでは退却がままならない。急ぎ退路を塞ぐ武将を倒さねば。ありがとうございます。どうかこれを受け取ってくだされ。兵糧とはありがたい。これでなんとかしのげそうだ。よう、火星が欲しいんじゃねえか。力を持て余した忍びがここに一人いるぜ。桃地さん、ありがとう。助かるよ。くそ、俺がもっと頑張ってりゃ鹿之助が苦しむこともなかったのに。よし、忍びたちが打って出たな。この戦、もはや勝ったも同然か。生き恥をさらそうとは。もはやどうにもならぬか。ただの軍師と侮るなよ。使える主が違えばこのような事態には皆すまぬ。鹿之助、俺は信じているぞ。少しは落ち着いたか、美月。落ち着けるもんか。俺のせいだ。俺のせいで雨子の人たちも鹿之助も。やっぱり親父の言う通りだったな。俺は結局みんなの足を引っ張ることしか。ならば今から強くなればいい。自らの弱さと向き合える美月ならば必ず強くなれる。光秀さん、なんでそんなに冷静でいられるんだ。鹿之助がこんなことになって辛くないわけないのに。俺は鹿之助を信じている。あいつは約束を果たさずして死ぬような男ではない。だからお前も強くあれ、美月。そのための鍛錬ならば俺はいくらでも力を貸そう。うん、ありがとう光秀さん。
王国ご苦労。下がってよい。して何用だ、サンダユ。おっと、気づかれていましたか。こたびの毛利戦、美月が無事で何よりでしたな。サンダユ、お前は独断で助太刀に参じたようだな。俺に気を利かせたつもりか。いや、滅相もございません。俺はただ先達の忍びとして美月の青さが愛しくて。雑談に興じる意図もはない。用がないのであれば下がれ、サンダユ。おっと、これは失礼。では俺はこれにて。美月のことはこれからも目をかけておきますよ。義方、三好三人衆を破った織田信長は足利義昭を奉じてついに上洛を果たした。信長は直ちに朝廷に働きかけて義昭を将軍の座につけると、京の本国寺に将軍家の仮御所を設置。将軍家の警護役として光秀と秀吉らを残し、自身は盟友の長政を伴って本拠の美濃へ帰国した。そこに破ったと思われていた三好三人衆が襲来。将軍家の転覆を狙い義昭を亡き者にせんとする。信長不在の中、義昭を守り抜くべく光秀は秀吉らと共に三好に立ち向かう。六条合戦。よし、こんなもんだろう。いつにも増して鍛錬に励んでいたようだが、ずいぶん勇んでいるのだな。当たり前だろ。なんてったって光秀さんとの鍛錬の成果を披露する絶好の機会に恵まれたんだ。今張り切らなくてどうするよ。三好の奴らなんてあっさり返り討ちにしてやるぜ。あっさりとはいかないだろうが、お前の働きに期待しているぞ、美月。オイラは一体どうしたら。もしかしてこの局面をどう乗り切るか悩んでる？なら光秀さんにも相談してみたら。却下だな。あの堅物とは馬が合わねえ。それに出世敵に花を持たせてたまるかってんだ。オイラはオイラのやり方でこの窮地を切り抜けるが、はあ、一体どうしたら。もう堂々巡りじゃないか。その高い向上心、無駄にすることのないようにね。一丁手柄を立ててくるか。僕を頼ってね、秀吉。もし、そなたが明智光秀殿ですかな。私は松永久秀と申しまする。以後お見知りおきを。あなたが。俺は明智十兵衛光秀だ。こちらこそ。何ですかな、光秀殿。そんなに見つめられては穴が開いてしまいまする。いや、あなたによく似た御人と以前どこかで会った気がするのだが、気のせいか。では改めて久秀殿、共にこの窮状を打ち破り義昭様を守り抜こう。
はい、あらかじめ私の方でも方策は練っております。何なりとお頼りくだされ。不測の事態に戸惑う兵が多い中、久秀殿のような頼れる御仁の存在は心強く思う。ではよろしく頼む。ああ、光秀殿、やはりそなたは再びまみえし奇跡に感謝せねばなりませぬな。は完全に囲まれちまった。くそ、オイラたちは一体どうすりゃ。落ち着け秀吉殿、俺たちで対処するぞ。まずは侵入者の排除からだ。見落ちねえ、親父がいない隙を狙いやがって。俺の忍術で返り討ちにしてやるぜ。今こそ三好が再び天下をつかむ時ぞ。者どもかかれ。敵が次々と寺に。光秀、必ずや私を守れ。よいな。我らは貨幣、いずれ押し切られるのは必至。金国のお味方を頼ってはいかがですかな。ああ、忠告感謝する、久秀殿。急ぎ諸将へ伝令を送ろう。なんとかなったのか。光秀の言う通り、オイラたちが頑張りゃ、ひょっとして。よっしゃ、一丁やったるぞ。鉄砲隊、義明様をお守りしろ。そりゃあ、よっ、ね、やつら怪しげな動きをしておるわ。大が忍びよ、急ぎ阻止せよ。忍びだと、これでは先に進めぬ。上様は我が命に代えてもお守りいたします。心強き同胞を失うわけにはいきません。急ぎお救いいたしましょうぞ。かたじけない。身どもは後方より上様をお守りいたそう。しかし、このような窮地を招くとは。信長殿は上様をお守りする気があるのか。かの三人衆は我が理想の世に不要な異物。その最後を見届けるのも私の責務ですね。諸将の到来まで耐え抜けば戦局に光明が差すが、信長殿の力を当てにできない今、我らの力で義明様を守り抜かねば。いでよ大賀忍び、義明を討ち取れ。早よ救援をよこすのだ。よし、それに斎藤、上洛に際し切り伏せた者らがまさか徒党を組むとは。しかし数で勝れど所詮は烏合の衆。
義明様は必ず守り抜く。どんどん行くぞ、どんどん。なんとかなったな。よし、ここの守りは任せたぞ。義明様に一っ子一人近づけんなよ。義明は寺の中だ。者ども壁を打ち壊しなだれ込め。さながらさみだれのようだ。だがまだ屈するわけにはいかない。我らも斎藤殿に続くぞ。一気呵成に攻め立てるのだ。おいおい、また増援か。さすがにちょいと分が悪いんじゃ。このままで終わると思うな。任された。いい調子みたいだ。打ち切り。もののふとして一層励みなされ。久秀の頼りをもとに来てみれば、やはり三好の残党どもが攻め寄せていたか。敗北条件変更。信長だと奴は美濃にいたはずでは。信長殿、美濃にいるはずのあなたがなぜここに。なんとかしのげたか。信長様も来てくださったことだし、さっさと終わらせたいとこだがな。ご無事ですか、義明様。金獄の書をかき集めて馳せ参じましたぞ。開門。形勢逆転というわけか。まあよい、砦にこもれば指物信長も手は出せまいで。親父、来てくれたのか。俺の活躍しっかり見せねえと。我が理想の世に腐敗したやからは不要。さような異物は焼却がよい。みの破刑をしたください。奴らを炙り砦から引きずり出すのです。信長殿の加勢を得た今が好機か。全軍攻勢に転じろ。いい調子みたいだ。耐えきれん、引かせてもらう。ずいぶん張り切っているように。悔しいな。うん、いいよ。うん、いいよ。ここまでか。向こう一ついただきだ。力及ばずか。悔しいが、ここまでか。どんどん行くぞ、どんどん。みんな準備はよろしいか。任された。放ちなさい。家計だと。くそ、砦
手にとどまっては我ら残らず丸焼けよ。こうなったら破れかぶれだ。信長どもと差し違えてやるわ。開門。来たな。ならば迎え撃つのみ。勝利条件変更。追い風が強く吹いている。勝利は俺たちの手中にあり。おいらの出番だ。父上の仇を討つまで俺は決して屈しはせぬぞ。ここがお前らの死に場所よ。この先幾度も俺は怨嗟の的となろう。なれど志果たすまで俺は止まらぬ。こう一ついただきだ。かなう相手ではなかったか。どんどん行くぞ、どんどん。敵将、オイラが討ち取った。悔しいな、ここまでか。任された。見事、さらに精進せよ。敵将打ち取ったよ。かなう相手ではなかったか。耐えきれ、引かせてもらう。面目ない。構わん、将軍が無事ならそれでいい。これで都も少しは静かになろう。美月、どうした？息咳切って。結構やれたよな。光秀さんはどう思った？あ、鍛錬の成果がよく出ていたと思う。としみつはどうだ？鍛錬を共にしたお前の意見も聞きたい。うん、荒削り差は未だ散見されるが、こたびは殿のお手を煩わせておらぬ。ゆえに旧大の出来と言えよう。秀吉殿か。こたびの戦はとても助けられた。感謝する。いや、助けられたのはオイラの方だ。ありがとうな。あと、すまねえ。だがしかし、信長様の一番の右腕はこの羽柴秀吉様よ。お前には負けねえぞ、光秀。なあ、望むところだ。
よかったね、秀吉。信長様は義明様への謁見を早々に打ち切り、仮御所より下がられたとのこと。何を考えておられるのやら。信長殿は一刻も早く都を再建しようとしているのだ。俺もそのことで信長殿に相談しようと思っていた。はっ。では某は先に戻っておりますゆえ。先の六条での戦、勝利こそ収めたものの、結局信長殿に助けられる始末。天下一新への道を切り開くため、俺もより一層刃を研ぎ澄まさねばな。うん、あれは信長殿と姫様。鼻の下で一体何を。この戦火を耐えたか。この無垢もいつかはすすけてしまうのかしら。そうはさせない。光秀だろ。お前に先を越されるとはな。確かに犠牲なくして太平の世は築けんのやもしれん。だが市中の希望を守り抜くには乱れし現世を打ち砕かねばならん。その先に太平がなれば無垢は無垢のままでいられよう。それが天下一新なら、あなたが守り抜きたい希望って。俺にとって大切な者たち、もちろん機長、お前もだ。笑うからしくないと。ああ笑うね。とんだお笑いグザだ。美月けど、それでこそ俺の親父だ。惚れ直したぜな、機長さん。もうハハ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 ハ。この私自ら副将軍に推挙してやると言うておるのに。もしや奴が真に欲しておるのは将軍の座か。そのために私を追い落とそうと。やだ、私はまだ死にとうない。兄上と同じ鉄を踏むのは嫌だ嫌だ。上様、どうかお静まりくだされ。取り乱してはキャツラの思うツボやもしれませんぞ。何もご安心召されますな。万事この三淵にお任せくだされ。